菱し東大化は、まと大木に所属する魚類の分類群の一つ。に赤で構成され、菱し東大など訂正性の深海魚の未3属3種が記載される。菱し東大化の魚類はすべて海水魚で、太平洋及び大西洋の深海に散在性に分布する。海底付近を遊泳して生活する定性性深海魚のグループである。大陸方から大陸斜面にかけて分布し、 水深100から800メートルからの報告が多い。所属する産種はいずれも捕獲されることが稀で、生態についてはほとんどわかっていない。ヒシマ島大化の仲間は左右に平たく側平たした体型を持ち、最大で全長64センチメートルほどに成長する。鱗の幅が狭く、縦方向に伸長していることが大きな特徴である。 未制御の背びれ第2と下および尻びれ第1と下は、著しく細長く伸びるが、成長につれて短縮する。顎に一内誌2列の微小な葉を持ち、突き骨および後蓋骨の葉をかく。エラ膜は、胸部で接続する。ヒシマトウダイカは、マクルーロシタニアカおよびヒシマトウダイアカの2赤で、構成され、ネルソンの体系において三賊3種が認められている。 マクルーラサイトタス族は、かつてソコマダイ族とともに、ソコマダイかマクルーロシタディに含まれていた。ヒシマダイゼナレポディクシースダルグレイシ。身長した背びれ、尻びれのトゲ状が、本家魚類の特徴で、成長とともに短縮するマクルーロシタニアカは一族一種の、一枝型で、マクルーラサイトタスアキャンタアポダスのみが所属する。フィリピンからオーストラリアにかけての西太平洋に、 分布する。背びれは五棘27南状で構成され、棘状は強靭で、特に第二棘が際立って長い。腹筋には一本の棘状とあまり目立たない二本の南状を備え、胸びれと尻びれは、それぞれ15.22難状。貴島東大やカグラミカレピダイには二属二種からなる。口は小さく上向きで、ほとんど垂直につく。 背びれは5から7本の棘状と27から34本の難状で構成され、尻びれは2棘27から35難状。背びれ、尻びれの規定には棘が列をなして並ぶ。腹器は1棘6難状で、尾ひれの分子びれ状は13本、椎骨は37から46個。ありがとうございます。